WBC 世界バンタム級王座を12回も防衛。山中のファイトにこの男も大興奮。ジム行ってますね。バンタム、5年前に取材した時には山中さんの顔入りましたね。まあ、でもなんでこの顔を選んだのかちょっと。確かにもっとあった。ひとたびリングを離れると肉麺パパ。パパにプレゼント。何これ、ゴーちゃんが作ったの。家族に支えられ戦い続けてきた山中の武器といえば、神の左と呼ばれる左ストレート。以前スタジオでも披露してくれた。右肩と左肩が入れ替わるぐらい打ち抜いてるっていうところじゃない。僕はまだ浅いですね。神の左で伝説のチャンピオンとなった山中、引退会見で語ったことは。山中慎介イコールボクシングです。ということで本当にもう毎回熱狂させてくれました。もうね、素晴らしいボクサーでしたけれども、ね、あの神の左っていうのは以前この番組の担当だった田中武史アナウンサーが言い始めたんでしょ。いえ、違うんかい。そうです、日本テレビアナウンス部内で、まあ、田中武さんを中心に、はい、神の左としようかということで実況で、そうなんですよ。だから日テレにちょっと感謝していただいて本当ありがとうございます。それでも、まあこの神の左と、最初につけてくれたのは、あの講演会の、まあ、僕の同級生が。あ、そうなんですか。最初に、はい、考えてくれて。そうなんだよ、日テレじゃねえんだよ。それをなんとか広めたいという思いで広めてくれたのは日本テレビさんなんで。なるほど、なるほど。でも本当にもうね、その何でしょう、たがわぬと言いましょうか、本当に神の左でしたよね。これ最初にこの神の左と聞いた時はどういうふうな気持ちでした、はい。まあ、僕も含めて皆さんがもう大げさやろっていうふうに思ったと思うんですけど、それでも、それで常に、左ストレートで結果を出し続けたんで、皆さん違和感なく。やはり大変ですもんね。だからね、その僕はね、山中さんと江川さんってね、似てるなと思うんですよ、うん、っていうのは徹底的にストレートにこだわったで、敵もストレートが来るって分かってんのにそれで仕留められちゃうっていうね。だから僕はそのある一つの芸を磨き上げるっていうのは素晴らしい、すごいことだなっていうね。うん、まあもう本当にやっぱりこの一芸を磨き続けるっていうのは尊いなっていうのは僕は思いましたね。その上田さんから話ありましたけれども、ただですね、今夜は山中さんがその神の左だけではなく、ぜひここを見てほしい部分があるそうです、うん、まずはこちらご覧ください、うん、神の左以外にもここを見てほしい。一つ目は、はい、右のジャブ。いやいや、山中さんね、ね、徹底的に左にこだわったって言ったら俺の立場いやさ、分かってますよ、もう、ね、ジャグあってのストレートっていうのはもちろん分かってますよ、はい、どういうことでしょう、この右、まあ、もちろん、一番は左を見てほしいんですけど、はい、左を当てるための右の工夫っていうのは、うん、見てほしいというか、ちょっと伝わらない部分もあるんですけど、はいはい、やっぱり右をいかに使い方をうまくするかで、左の的中率っていうのが決まってくるんで、うん、そういったところは、工夫はしてましたけどね、うん、はい、どうなんですか、この試合に関しては。いや、もう右で勝った試合だなんていう思い出の試合なんてございます。まあ、相手が、右構えよりも左構えの方が、右のジャブっていうのはスムーズに出るんで、それこそ、まあ、森の戦もそうですし、うんうんうん、対左の方が、右は意識してますね、特に有効的に、はい、この試合は8度目の防衛戦のディエゴ戦なんですけども、うん、この試合に関してはもう右が相当冴えていたという。そうですね、これは右があったからこそ全部左が当たったっていうのは特にありましたね。うん、このもう右のジャブっていうのも極端な話、当たんなくてもいい、もう肩口でも当たっておくと相手が意識するからみたいなところあるでしょ。そう、それぐらいの意識ではいましたけど、この選手は、に対してはジャブも有効的に当てれたんで、それはもう左のタイミングは合いましたね。なるほど、確かに警戒したところを一気に左で出てね、はい、だから相手は見えてなかったと思うんですよ。そうそう、左は、ね、はい、まあ何度も言いますけど最終的には左なんですよ。まず一つは右のジャブ。続いてはこちらです、はい、
神の左以外にもここを見てほしい。2つ目は立ち位置ということです。この場合の立ち位置っていうのはどういう意味の立ち位置なんでしょう。まあ、これも、ちょっと分かりづらい部分ではあるんですけど、うん、やっぱり、左を常に当てるためには どこの位置にいたらいいかっていうのを常に意識して、右ジャブも出して、位置も変えてるんで、そういったところはちょっと見た目では分からないかもしれないですけど、左が当たるのもその少ししたちょっとした立ち位置で変わってきたと思うんですよ。もうだからその髪の左を当てるにはどうしたらいいかっていうのはもう日頃からいろいろお考えになったわけでしょ。一歩でも二歩でも左に動いて、その位置でタイミングを見計らって打つっていう作業をしてましたね。相手からしてみるとここからは来ないだろうという距離に立ったまま、そうですね、より大きく、はい、また自分はやっぱり踏み込んでのワンツーっていうのを得意にしてたんで、はい、相手は予想しないところで打てたかなっていうのはありますね。あとやっぱ僕取材でね、直接山中さんのパンチをね受けさせてもらったことあるんですけど、はい、やっぱねもう一つすごいの、その立ち位置もそうなんですけど、目のフェイントですよ。ボディ見てくるから、ああボディ来るんだなと思ったら、それが顔面にバーッと伸びてきて避けられないみたいなね。まあ、僕もパンチの種類はそんなに多い方ではないんで、いろんなフェイントとか工夫をしないといけないと思ってるんですよ。だからこそこの目のフェイントであったり、右ジャブの少しの使い方であったりっていうのは人よりも工夫したつもりです。このボディを見ながらもしっかりでも視界には入ってるわけですから、まあ、ある程度の感覚は分かってるんで、ポイントは、うん、それで打って、江川さんいかがですか。僕ね、一つお聞きしたいのは、はい、あのピッチャーってバッターに対する間合いっていうのを自分のに持ってくる場合に間合いが必要なんですけど、はあはあ、このボクシングの場合、間合いと相手との距離感っていうのは同じものですか。そうですね、まあ、間合い、一番最初に構え合って間合い、間合いがありますよね、はい、そこ、あと相手との距離感っていうのはどういう、一番最初に構え合って距離感を確認していろいろと調整していくんで、うん、本当にその距離感が一番、大事だと思ってるんですよ、うんうん、距離感を自分の位置にしっかりと合わすことを、一番心がけてましたね。それを距離感取れると間合いが取れてくるっていうような感じで、まあ、そうですね、それでいろいろジャブ出しながら探って調整していくっていうパターンでしたね、今まで。なるほど。山中さんの場合、敵のパンチは当たんないけど山中さんの当たるっていうような絶妙な距離感でしたもんね。それはやっぱり自分の踏み込みがあるからこそやと思ってるんで、はい、左を当てるための引き出しは本当に多かったということなんですね、うん、さあ続いてはこちらです。この後ボクシング人生20年山中が選ぶ生涯最高の1ラウンドを発表。山中慎介本人が選ぶ生涯最高の1ラウンド、それは2012年2度目の防衛戦の第7ラウンド。ノーカットでご覧ください。山中さんより俺の方が詳しいんだから、山中さん自身が選んだらしいですね。ボクシング史に残る KO シーンですよ。真下に落ちるなんて見たことないんですよ。あれ前のめりに倒れるとかっていうのはあるんですけれどもね。ちなみにご自身ではなぜこれを最高の1ラウンド。まあ、やはりボクシングをしてて、こういった KO がしたいからこそ、一生懸命練習してきたわけですし、まあ、このノックアウトをしたことによって、次の試合以降は、この KO に近づける、ぐらいの KO を見せたいと思い続けてきましたね。これ気持ちよかったでしょう。そうですね、でもう視界からストーンって消えました。はい、消えました。もうこれですぐに終わりやなと思いました。この1ラウンド、最高の1ラウンド選んでいただきましたけど、はい、最高の生涯最高のパンチといいますと、まあ同じですね。はい、ここになりますね。KO につながるんだよ、このパンチは最高ですね。全てが合わさってこの倒れ方なんで、ただ強いパンチを打つだけではないんで、いろんなタイミングが重なっての、どうですか、これぐらいの時期っていうのはもう全く誰にも負ける気がしないっていうような年でした。そうですね、まあ自信満々でしたね、常に。それでコンディションも本当に良かったんで、いやすごいな。
本当にね、何度見ても気持ちいいですよ。気持ちいいですね。どうですか、ね、また生まれ変わっても、はい、ボクシングやりたいなというのは思いになりますか。まあ、最後に、戦って負けた試合でしたけど、うん、翌日にも、まあ、僕考えた時に、はい、まあ、生まれ変わってもボクシングやりたいと思うんだろうなっていうのは思いましたね。まあまあ結果だけがついてこなかったですけど、うん、最後は。いやいや、どうなんですか、山中さん、ほら普段から物腰柔らかでね、優しい方ですけども、こう減量でイライラして、例えばちょっと奥さんに当たっちゃうなんてことあったんですか。家族にもそんなにピリピリしてるっていうのは出してないつもりですけど、でもさすがに、試合の1ヶ月切ると、少しはあったのかなと、今思ったら思いますね。でも本当にご家族の支えっていうのも大きかったでしょうね。いや、そうですね、本当に大きかったです。まあ、まず1ヶ月切ると本格的に、僕の料理っていうのは全て妻がやってくれてるんで、まあ、いろいろ考えて10品目以上出すようにもしてくれましたし、まあ、揚げ物、生物のラーメンっていうのはもう全て1ヶ月前からやめて、そうですね、調整してたんで、大変だったでしょうね。本当に、妻が一番辛かったかもしれないですね。引退した今一番したいことといったら何になるんでしょうか。そうです、まあ、家族でゆっくりなんか豪華客船に乗りたいなと。おお、それいいですね。って思ってたんですけど、でもちょっと飽きるかなと思うんですよ。いやいや、しばらくたいなみにそういう旅行もね。ちょっとまだいろいろ今考えてるんですけど、途中で降りてみたりね、いろんな街に寄ってみたりっていうね。トロちゃん、なんか聞きたいことある。そうですね、お子さんがいらっしゃると思うんですけど、はい、お子さんはボクシングやってるパパの頃どういうふうに思っていらっしゃるのかなと思って。まあ、今までは全くボクシングに興味を示さなくて、もう戦隊もんとか、まあ、アニメとか、はい、そんなのしか録画で見てなかったんですけど、もうこの試合終わってからは逆に僕の試合しか見てないんですよ。だからもう解説の話してることも全部モノマネできますし、ちょっと今度聞かせてあげたい。じゃあ来週のゲストをちょっとね、どうしてちょっと時間が、あ、そうか、時間が合うとか、そういう問題じゃない。山田さんが上田さんに何か言いたいことがあると。言いたいこと、はい、言いたいこと、そうですね、まあ、僕これからはっきりとした仕事は決まってないんですけど、ちょっとアナウンサーになるためにはどういった、風に勉強していけばいいのかなと。まあ、喋りのプロなんで。やっぱ日本一じゃないですけど、日本一の司会者。違うわ。違いますか。じゃあそういうのはやっぱね、実践が一番いいと思うんですよ、慣れが。だから来週から山本の代わりにアナウンサーして。僕にさせてください。全部で、ぜひじゃないですよ。まあ、ちなみに冗談なんですけど、冗談なんですけど、やっぱな、これから人前に立つ機会があるんで、やっぱり、少しでも、話を聞きやすくするために、っていうぐらいで考えてるんですよね。いや、やっぱり真面目だよね、本当に、ね、声の質がガラガラじゃないですか。いやいや、そんな俺なんてこんなんで毎日喋ってるんですよ。こんな声で本当ですねじゃないか。神の左が出ました。さあ、それではね、本当はまだまだお話伺いたいんですが、最後にファンの方へ改めてメッセージお願いします。はい、まあ、本当ここまで、結果を残してこれたのは本当に、応援していただいている皆さんのおかげなんで、もう本当に感謝しています。まあ、第二の人生でも、何事も一生懸命取り組んで頑張っていきたいと思いますので、温かく、見守っていただければと思います。ありがとうございました。はい、ということでね、 WBC 世界バンタム級12度防衛、山中慎介さんでした。